どうも皆さんこんにちは、さくまくん。今私はですね、おなじみの羽田空港第1・第2ターミナルの京急の駅にいるわけなんですけども、本日はですね、特典航空券で伊丹空港大阪までね行きたいと思います。でですね、ちょっと私ね、フライトの時間を間違えてしまって、今日ね、朝のね、7時のフライトだと思ってたら、全然そんなことなくてですね、11時のフライトだったんですよね。でですね、もうここ羽田空港までね、来てしまって、よし乗るぞと思ったら、あれもしかして今日みたいな感じで、見直したらですね、やっぱり便時間間違えてまして、今朝の6時ぐらいなんですけど、フライトは11時ということで、ちょっとどうしようかなと思ったんですけど、まあひとまずですね、チェックインしてですね、ラウンジの方で、仕事しつつですね、ちょっとね、かなり時間ありますけども、そちらでね、時間潰しながらですね、出発時間まで見たいと思います。ということで早速ね、チェックインしていきたいと思うんですけども、いやー、朝の6時の羽田空港ですからね、せっかくなんでめちゃめちゃ時間がありますからね、ちょっと見ましょうかね。ちょっとピカピカしちゃってるかもしれないんですけども、こんな感じですね。朝6時10分から今韓国語になってますけども、切り替わるかな、どうだろう、切り替わんないですかね。あ、切り替わりましたね。上から羽田、千歳、石垣、大阪、伊丹、大分、福岡、沖縄と並んでますね。あ、でもちょこちょこ欠航になってますね。それではね、2階の方に行って、ひとまずね、制限エリアまで入っちゃいたいと思います。朝の羽田空港です。朝の6時なんですけども、やっぱりね、朝の6時、まあ今日土曜日なんですけども、そんなに人いないですね。それではね、出発ロビーに着きました。朝の6時だとこんな感じなんですね。本当に見ているだけで10人とかそんなもんです。保安検査は間もなく締め切らせていただきます。まあこれからね、土曜日ということでこれから増えていくんですよね。それでは、いつも通りのですね、こちら ANA スイートチェックインですね。こちらでチェックインしていきたいと思います。では行ってきます。それではね、無事チェックインすることができました。こんな感じになってます。11時発の伊丹行きですね。でですね、今回は ANA の、ね、ダイヤモンド仕様ではなく、ただ単にですね、特典航空券で、羽田からね、伊丹空港へ行くっていうね、ただそれだけの動画でございます。特にね、仕様ではありません。今回はね、ANA の特旅マイルキャンペーンで、ちょうどね、大阪方面にね、行きたいなと思ってたところにですね、羽田伊丹ね、特旅マイル出たんですよね。いや、かなりありがたい。ということで今回ね、片道3000マイルで発券させていただきました。往復でもね、6000マイルなんで、かなりお得ですよね。で、今ね、朝の6時過ぎぐらいですかね。制限エリアね、入ってきたんですけど、こっち入ってきたらね、結構人いますね。いやね、外はね、全然人いなかったんですけど、こっちの方はね、結構人いますね。いや、まあ土曜日ですからね、これから皆さんね、お出かけされるんでしょうね。私はというとですね、まあいつもね、すぐラウンジ行っちゃうんですけど、ちょっとね、51番ゲートから60番ゲート方面、まあ空港の左奥ですよね。まあなかなかそっちの方行かないんですね。ちょっとね、見てみたいなと思ってですね、来ている感じですね。おにぎり屋さんがめちゃくちゃ並んでますね。いやー、その空港いいですね。気持ちいいです。いやー、飛行機もめっちゃ止まってますね。当たり前ですけど、ちょっと向こう側歩きましょうかね。今ね、60番ゲート付近に来ました。ちょっと映ってないな。こっちからだったらいい。こんな感じで。
妙です。これ場所。もっと奥行きましょう。こんな感じで、すごくバッチリね、見えますね。今ね、60番ゲートから59番ゲートあたりですね。これはまだ人もね、少ないですね。ちょっと一番奥まで行ってみましょうか。前回ね、もう動画出てるかわかんないですけど、ダイヤモンド収容ってね、こっちの方を見ようって言ってね、歩いて行ったんですけど、結局ね、人が多くて行けなかったんで、今日はね、まあ、ちょっと時間もかなりあります、ね、そっち行ってどんな感じになってるかっていうのもね、ちょっと見たいですね。あ、こっちにブランドショップとかも少し入ってるんですね。サマンサタバタ、まあまあやってないですけどね、うん、時間でやってないのか今は閉まってるのかちょっとわかんないですけど、こっちの方来るのは初めてかもしれないですね。こっちにタリーズコーヒーとかあるんですね。あ、伊勢丹羽田ストア、ここにあるんですね。はあ、はあははあ、MI カード、昔 MI カードゴールドを私クレジットカード持ってまして、かなりおすすめしてたんですけど、ちょっとね、海外に行けないんでね、ティアットラウンジにね、入れるクレジットカードで、ここにあるんですね。そっか、当時あれだったんですよね。ずっとここ、改装してたんですけど、今もう復活してるんですね。またね、海外行けるようになってね、マイカードゴールドね、また作りたいなと思いますね。羽田国際線のね、ティアットラウンジ。もうアネックスじゃないと思うんですけど、ティアットラウンジだと思うんですけど。すごいいいですからね。いや、こっちの方本当に初めてですね、うん、楽しい。まあ行き先によってね、このゲートっていうのもなかなか利用しないですもんね。53番から57、あ、結構遠いですね。あ、でこっちにラウンジもあるんだ。いや、本当に初めてですね、こっちがね。私が利用するところはなかなか行かないですね。あ、で、こっちにパワーラウンジのノースがあるんですね。せっかくなんで行きましょう。うん。あ、で、スタバもあるんだ。うん、せっかくなんで、ゲートちょっと見てからにしようかな。うん。ですね。ここいい、ちょうど ANA フェスタのとスターバックスの向かいらへん、めっちゃ飛行機バッチリ見えんじゃないですか。いやー、いいですね。かっこいい飛行機がちょっと見えるかわかんないですけど、たくさん止まってますね。いやー、スタバって本当に人気あるんですね。並んでます、今も。今朝の6時過ぎですけど、今何番ゲート？今53番ゲートですね。で、ここにね、ANA フェスタ、そうですね、ANA フェスタがあるんですね。うん、で、53番ゲート、沖縄帯広。あとシーサイドカフェがここにありますね。こんな感じです。あ、で、これで端っこなんですね。54番ゲート6時25分からご搭乗ください。 いいですね、ここも。ちょっとキリに映ってるかわかんないですけど、右側にも左側にも飛行機止まってるんですよ。いや、めっちゃいい。 This is the final call for Solaseed Air。 ではせっかくなんだよね、53番ゲート、54番ゲートか、ね、ここ一周してね、パワーラウンジのもう一個ね、見ていきたいと思います。私、向こう行ったことないですね、うん、
もう一個のパワーラウンジはね、先日行きましたけどね。54番ゲート、鹿児島行きですね。ということで、先ほどのパワーランジね、行ってみましょう。あんなところにパワーランジあったんですね。確かに左右にあるっていうのは聞いたことあったんですけど、なかなか実際に行かないですね。ちょっと楽しみですね。まあカードランジなんでね、そこまですごいサービスが変わるかっていうと、まあ多分そうではないと思うんですけど、まあでも行ったことないなってワクワクしていいですよね。では行きましょう。これでやっとね、全部のゲートを見れたんじゃないですかね。あとはサテライトっていうところだけですね、多分行ったことないな。ちょっとあそこ勝手に入っていいところなのかどうなのかちょっと分かんなくてやめたんですけど、多分ダメですよね。行っていいのかな、勝手に。確かお店とかもあるはずですよね。では ANA フェスタ戻ってきました。そしてスタバめちゃくちゃ並んでます。朝6時過ぎにして10人ぐらいかな、10人言い過ぎかな、並んでますね。ではパワーランチ行きましょう。ノース。あ、ここにカフェとかもあるんですね。こんな感じで。あと無重力マッサージがあるんですね。これは普通にできるのは有料だと思います。パワーランジ到着しました。パワーランジノースですね。到着しました。ではクレジットカードと搭乗券見せて入りたいと思います。では中入りました。これも有料です。あと青汁、黒酢、あとオレンジジュースとトマトジュースとかありますね。あとコーヒーマシンがあります。まあ、せっかくなんで。トマトジュースのクリーム。ああ、いいですね。でもこっち側はあれなんですね。ちょっと飛行機は左右にしか見えない。でこんな感じでフライトが見えると。こっちめっちゃいいですね。ちょっと雨でまだ汚れてますけど、いいんじゃないでしょうか。めっちゃ綺麗に見えます。なってるんですね。かなり大きいですね。こっちに飛行機が見れて。ではね、出たいと思います。ね、それではね、ランジ出ました。いや、いいですね。うん。どうなんでしょうね。こっちの方が人少なそうですよね。むしろこんなところに、まあ、ノースっていう場所がね、あるっていうのは知ってたんですけど、こんな場所だとは思ってなかったですね。しかもエスカレーターに上がってね、2階にあるんですね。
ぜひ利用してみてない方はぜひ行ってみてください。 SPG やね、その他ゴールドカードであれば搭乗券見せるだけで無料で利用することができます。まあ、それではですね、今ね6時半ぐらいになりましたかね。ひとまず ANA スイートランチ行って、朝ごはん食べてちょっとねラウンジの中で仕事したいと思います。パソコン持ってきてるんでね、ちょっとカチカチねやっていきたいと思います。それはね、ランジ出ました。いやね、めちゃくちゃ仕事はかどりましたね。これ以上にないぐらいですね、はい、ということで今回は62番ゲートに行きたいと思います。62番ゲートなので本当に ANA スイートランジ目の前ですね。到着いたしました。飛行機が見えるか、見える場所ありますね。あんまり見えてないですね。あんまり見えてないから肉眼だとまあまあ見えてるんですけど、目の前の看板にめっちゃ入ってますね。まあ、今日乗る機体はねあっちですね。ということであとね搭乗までもうちょっと時間かかりますんで、ここら辺で待ちたいと思います。ではグループ3が呼ばれましたので行きましょう。それでは謎に着きました。今回はボーイング787ですね。こんな感じでねモニターもついてます。今回2770いいですね。 USB とリモコンもついてます。足元はこんな感じ、拳2個分ぐらいですかね。シンクも結構広いです、うん、ということで痛み効果もできたと思います。搭乗率はね超すごいですね、うん、ですけども隣席グループで今のところいただいてます。まだね搭乗してますのでまだわからないですね。ひとまず飛行機のドアが閉まるまで待ちましょう。今回ね残念ながら物は取れなかったんですよね。ではちょっと待ちましょう。熱いもの、ペットボトルや水筒などの水漏れやすいものは破損や水漏れの恐れがありますので中にお入れください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますので重ねないようにお願いいたします。お願いいたします。手荷物の収納は感染防止に配慮の上お手伝いいたします。ご希望のお客様は、ご搭乗のお客様に操縦したらご案内申し上げます。本日は私ども ANA 大阪北に空港行きご利用くださいまして、本当にありがとうございます。本日は、この便関係のご予約を頂戴しておりまして、現在、最終のお客様をお待ちしているところでございます。本日は羽田空港に離陸いたしますと、大阪北に空港までの飛行時間は50分、高度は2万8000フィートを予定しております。現在の大阪の天候は、曇り、気温は29度と報じられております。本日の航路上の天候につきましてですが、時折軽い揺れはございますものの、本当に安定した気流の中に飛行できるものと考えております。それでは出発まで、しばらくお待ちください。本日のご利用誠にありがとうございます。キャビンアテンダント、スタンバイアップドア。業務連絡です。キャビンアテンダント、ステップライドバー。
皆様、ドアが閉まりました。皆様が指定された座席に着席していることを確認して出発いたします。皆様こんにちは。スターライアンスメンバー ANA 大阪行きをご利用いただきましてありがとうございます。この飛行機は ANA とガルーダインドネシア航空のコードシェア便でございます。この便の機長は川野、チーフパーサーは小池でございます。失礼いたしました。この便の機長は鈴木、チーフパーサーは小池でございます。ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。ただいまから非常用設備をご案内いたします。皆様ご覧ください。ご搭乗ありがとうございます。Welcome on board. これより機内の安全についてご案内します。 May we have your attention for the following safety instructions.皆様、まもなく離陸いたします。シートベルトをどうぞもう一度お確かめください。小さなお子様はお膝の上にしっかりお抱きください。真ん中ら辺の、ね、トイレに来ました。ここめちゃくちゃ広いですね。窓まで。確かにこれね、手を伸ばしても鏡まで届かないぐらい広いですね。これはびっくり。ということで席に戻りましょう。東京と約15分ほどいたしまして、11時40分ごろより大阪伊丹空港へ向け徐々に高度を下ろしてまいります。降下開始いたしますと、ところどころ雨雲の影響を受けまして、揺れることを予想しております。現在シートベルトに消灯させておりますが、お座りの間はシートベルト装着にご協力をお願い申し上げます。それでは到着までごゆっくりお過ごしください。本日のご利用をされまして誠にありがとうございます。全然機内 Wi-Fi が繋がらない。ページから一歩に進まれ、今回は諦めた方がいいかもしれないですね。ドリンクサービスに行きました。お水です。今回はね、お水かお茶かオレンジジュースしかなかったということで、今回はお水でお茶しました。まあ降りてから飲めますので、これにしました。ということで、伊丹空港に到着いたしました。
当たり前のフライトでしたね。暑いですね。私は家出てきたら明け方だったので全然涼しかったんですけど、かなり暑いですね。お天気が良くて良かったです。伊丹空港はかれこれ前回大阪マリオットを見ます。大阪マリオットと京都三井京都ですね、マリオットのことそちらに行くぶりですかね。1年久しぶりですね。それでは出口も張って手荷物も今回預けてませんので行きたいと思います。ということで伊丹空港ね、無事到着しました。今ね、2階のちょっと出てきたところに来たんですけど、ちょっと飛んでってから映るかな。あそこに大阪モノレールの駅がありますね。ということで今回ですね、 ANA マイルの特旅マイルキャンペーンを利用して片道ね、羽田から伊丹空港まで3000マイルで来ました。いや、めちゃくちゃお得ですねこれね。いやね、本当にありがたい限りです。まあ、ちょっとねこれからとあるホテルに行くんですけども、どっちの動画が先に出てるかちょっとわからないんで、まあもしかしたらねもうそのホテル公開されてるかもしれないですね。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。ということで購入しました。本日のお昼です。いや 20% 還元ありがたいですね。ちょっとこの動画出てる時にまだやってるかどうかわかんないですけど、伊丹空港の中でね、キャッシュバックやってますんで、ぜひ利用してみてください。バイバイ。